大画面で YouTube 見たい。どうも、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、先日US2015 でね、いただいたね、こちらでございます。じゃじゃん、クロームキャストね、こちらでございますよ。ね、これ自体はね、ちょっとまあ1年ぐらい前だよね、出てたのね。うん。で、今回ね、こちらね、縦陣ね、クロームキャスト持ってなかったんでね、こちらね、ちょっとね、開けていきたいと思いまーす。それじゃあね、早速開けてみましょう。オープン!よっ、おー。まず、開けると、箱の中に、箱、クロームキャストで、開けるね。よいしょ!じゃーん!こちらでございます。じゃじゃーん!まずは、こちらでございますね。クロームキャスト本体、コンセント、電源ケーブルと、こちらのね、延長コードが入っております。でね、これ単体ではね、動かないんだけど、テレビとかね、HDMI のね、出力のところにね、まずね、つなげます。はい、ということで、こちらね、テレビのところにね、HDMI に差し込みます。ガチコーン!まずはね、こちらね、テレビの電源を入れます。よいしょ。それからこれをコンセントに差します。はい、ということでね、テレビにね、つなげますんで、こんな感じでね、セットアップが必要です。ってことでね、出ます。でね、こちらね、スマートフォン、Android、iOS、あとね、タブレット、あとノートパソコンで、こちらのね、下にあるね、アドレス、こちらにね、アクセスして、セットアップをまずしてください。はい、ということでね、こんな感じでね、アプリの方、インストールしてみてください。はい、ということでね、こちらね、今ね、Wi-Fi の設定をね、こちらのね、携帯でね、します。そうするとね、こんな感じの画面が出て、Chromecast をね、セットアップしましょうってことで出るんで、これでね、どんどんサクサク、次へでね、進めていきます。こんな感じ、コードが表示されましたってことでね、出るんで、これね、テレビにね、表示されてれば OK です。でね、セットアップしていきまーす。はい、ということでね、ここにあるね、このキャストボタン、これをね、クリックしてみましょう。えいと。で、ここにあるんだけど、ここのさっき、設定したね、この Chromecast 911ってやつだね。これをクリックします。そうするとね、今みたいにですね、YouTube 見れます。こんな感じでね、YouTube の、動画なんかが、見れますね。はい、ということで、ね、こんな感じでね、テレビにね、表示されるわけでございます。で、結構ね、携帯なんかでちっちゃく、映ってるんだけど、こんな感じでね、テレビの方でね、大画面でね、こちらね、楽しむことができます。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか?ね、普段ね、こういったね、携帯とかでね、YouTube とかね、見てる方ね、いらっしゃったらね、やっぱりね、大きな画面でね、見たい。うん。やっぱりね、大画面で見ると迫力の方はね、違いますよ。うん。ということで、ね、たてちんチャンネル、また!はい、ということでね、こんな感じでね、Chromecast ね、対応のね、アプリ、こんな感じであります。はい、ということでね、こちらね、リモコンみたいにね、こちらね、携帯とかね、タブレットね、操作することができます。この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。